こんばんは、しまなみひよりです。夜になりました。2022年3月27日。いつも動画を見ていただきありがとうございます。この前の動画を見ていただいた方はご存知だと思いますが、今朝早いうちに今治市朝倉無量寺に訪れて、しだれ桜を見学しました。そして夜のしだれ桜ライトアップの様子を撮ろうと、再び無量寺にやってきております。今はね、まさに夕方の夕映えの中のしだれ桜を見ています。夕映えの茜色が花びらに当たると、とても綺麗なピンク色に見えます。可愛いですよね。朝は淡いピンク色、昼間は多分白っぽいでしょうね。そして夕映えの鮮やかなピンク色、とても綺麗だと感動しています。これからはタイムラプスで暗くなるまで待っています。樹齢100年を超した大きな大きなしだれ桜を見ながら、夜の訪れとライトアップを待っています。少しずつあたりが暗くなってきます。あたりは夜の静まりに包まれてきます。ライトアップを楽しみに多くの方が来られています。幻想的な光景が広がってきます。このしだれ桜は数年前は
るようなそんな感じもしてきます。夜空に